前方が離電。はい、どうもこんにちは、ハロワです。ということで今回もモダンウォッシュやっていきましょう。今回はですね、あのガチャ館で、あの課金枠で手に入るこちらの CN チーシャをね紹介したいと思います。はい、スペックがこんな感じです。耐久性が50万7000で、速度が 19.5 ノット、操縦性が 10.4 で、レーダーが8、ソナーが 2.4 で、リロードポイントが480ってなっています。で、武装はこんな感じですね。うん、固定の YJ21 が2枠分、 HPJ95 が2枠分で、自由枠でグレランが2枠あります。それと空母なんで、あれ攻撃機とドローンが乗っていて、ヘリがね2枠分あります。で、防空は3プラス4枠で合計7枠で、それプラス HHQ9B が乗っています。ってことで早速練習モードで試していきましょう。ってことで早速練習モードやっていきましょう。まずこちらの YJ21、 こちらチャフ無効ミサイルになっています。なのでチャフ効きません。で、再装填が 5.95 秒なので、ミサイルをパン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 撃つことができます。ただし残念なことなんですけど、あのミサイルのマークがね、出ないんですよ。はい、なのでね、ミサイルのマークが出たらチャフタクという感じなんですけど、こいつはミサイルのマーク出ないもんで、そもそもチャフをたかないと。はい、で、ダメージが44200ですね。続いて艦砲を撃っていきたいと思います。こちらね、あのレールガンになっています。ってことで早速撃っていきましょう。ダメージが58500ですね、クリティカルで。ってことでもう一回ちょっと撃ってみますけど、弾速はやっぱりレールガンなので早いですね。うん、クリティカルじゃないと46800っていう感じです。ってことで早速やっていきましょう。まず1試合目は隠れた竜ですね。ってことでやっていきましょう。とりあえずまずドローンで索敵して、敵の位置を把握したら、攻撃機を使って攻撃していきましょう。で、味方は潜水艦ですね。じゃあ潜水艦が攻撃しているところに攻撃していくっていう感じで戦っていこうかな。で、敵が詰めてきたら、母艦で殴るっていう感じですね。ってことで早速敵全員見つけたので、攻撃機のフリースタイルでやっていきましょう。さて、潜水艦はドイツやる、こっちの敵をやるかな。 OK、 じゃあまず 055A に対してレーザー誘導ミサイル撃っていきましょう。で、これで4万ダメージ、いいですね。さて、ここからちょっと攻撃していきましょうか。ほい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 。で、レーザー誘導ミサイル撃って、で、これで当てていくと、いいね、136000、やっぱ、強っ。ってことで、機銃も撃って、で、やられますと、うん。で、こっから敵は見えないか、さすがに見えないな。待って、あ、こっちからな、紐吹きてんじゃん。じゃあ、早速、防寒でちょっと殴っていこうかな。で、まずミサイル撃って、44000からのレール間で96000と。いいね、防寒でも十分火力が出るっていうのがいいですね。うん、これくらいの火力あったら普通にね、戦えそうなんですけど。いいね、ミサイル当たってるわ。チャフ無効っていうのがね、強いんですけど、かわいそうな部分がね、一つだけあってね、こいつチャフ無効なのにね、ミサイルのマークがね、出ないのでね、せっかくね、チャフ無効のミサイルならね、ミサイルのマーク出してほしいですね。はい、ってことで、ナヒもやりました。で、今度、055A がいるので、055A に対してミサイル撃っていきます。ミサイルのマークがあったら、チャフをね、耐えてくれるんですけど、ミサイルのマークがね、出ないもんで、あんまりチャフを抱いてくれないんですよね。まあ正直こいつでチャフを抱かせても、あれもう片方のミサイルとかそういうものはないので、普通に母艦で殴るだけなんですけど、グレランでね、PKX とか乗っけたらね、いい感じに戦えそうですね。ってことで敵2人やったので、攻撃機を使って攻撃していきましょうか。で、ナヒモフがまたリスポーンしているので、潜水艦と一緒にやっていきます。
はい、チャフ炊いたね。はい、ってことでそこに潜水艦がミサイルをぶち込んでくれると嬉しい。いいねいいね、めっちゃ突っ込んでくれているわ。でこの調子でちょっとナヒモフを葬っていきましょう。相手対空ミサイル持ってんのか、マジか、それは初耳。おっと、対空グレナンまである、マジか。まあとりあえずナヒモフやって今度 055A に対して攻撃していきましょう。よっこしょ、いいね5万。ただ母艦から殴れる位置にいるもんで母艦で殴っていきましょう。さて距離ちょっと遠いんだけどな、ここら辺どう、当たる、レルガン当たっていく、素晴らしいでこれで倒すっていう感じですね。うん、にしてもミサイルのね、あの再装填が 5.95 秒ということで、めちゃくちゃミサイルの再装填早いからバンバンミサイル撃てるね。でちょっと母艦でちょっととつってみてどれぐらいの火力が出るのかちょっと確かめたいので、ちょっとマップ中央に行きましょう。さてそこにバシシティがいるのでバシシティに対して攻撃していきましょうか。まだこっちに気づいていない、うん、気づいてないね。じゃあ攻撃していこうか。おい、でこのミサイルもしっかり当たっていくといいね。待って右にいるじゃん、左か、はい、ってことで左にいるウシャコフを攻撃していきます。でこれで倒します。うん、レールガン強いね。うん、さて今度バシシティに対して攻撃していきます。いいね、46000、普通に強い。ただね、あのレールガンはね、あの火力はね出るは出るんですけど、あの再装填はちょっと長めなので、うん、そこがちょっと弱点になっているのかなと思います。さてそこにいるナヒモフをやっていくと OK で、バシシティがなぜかわからないけど戻ってきたもんで、ドラゴンウィングを出してこれで防寒で殴っていきます。だってドラゴンウィング仕事をしてくれないかな、何気に自分挟まれているんだよな、左と右から。いやもんで先にこっちをやります。OK でこれで勝っていくと、はい、ありがとうございます。まず1戦目はこんな感じですね。うん、普通に潜水艦が強かったってことで、もう試合やっていきましょう。さてと2試合目はアイスランド諸島ですね。ってことで早速やっていきましょう。2試合目は母艦の火力でちょっと敵を潰していきたいので、母艦を思いっきり前進させたいと思います。でいつでも突れる位置にとどまって、で攻撃機とドローンで攻撃して敵の体力を削ったら、うん、突っていこうかなって思います。さてまずウシャコフがそこにいるので、ウシャコフの体力を削っていきましょう。これはあれ、左から突った方がいいな、うん、この感じ、うん、ってことでできればウシャコフの体力は半分ぐらいにしたい。これいけるか、うん、まあ半分ぐらいまで削れたのでいいでしょう。で今度ミウスを使って攻撃していきます。さてちょうどチャフ炊いたのでミサイル投入していきましょうか。これミサイルは当たる、うん、当たってますね。 OKOK、 じゃあついでに爆弾も投下しちゃおうか。よっこしょ、これ爆弾当たる、いいね、当たってますね。でこれで U ターンしてちょっともう一回ミサイル撃ちたいんだけど、いけます、いけます、あーいけるね、いけるね。 OKOKOK、 ついでに爆弾も投下できるね。 OK、でこれはもうあれ、左からちょっとゴリ押しちゃいましょうか。味方もゴリ押しているもんで自分もゴリ押します。さてとまずそこのウシャコフに対してミサイルを撃ちます。さてチャフ無効ミサイルなので刺さる、刺さらないんか、けど味方が倒してくれたね。 OK、 でそこにいるのちょっと厄介なんで、ちょっと航空機であれ攻撃しようかな。はい、ってことでどうもこんにちは、ニュースです。でこれでダメージを与えていきますと、 OK、 ちょっと左の敵ちょっとめんどくさそうですね。できればそこの敵突ってきてほしい。いいね、突ってきてるね。これレールガン突っ込む、当たらないでもうあれ2人とも体力少ないので、あれこれもう母艦で合流します。はい、さてドラゴンウィングも出して、でウシャコフがそっちから突っ込んできたので、ミサイルと艦砲とグレランを撃ってこれで倒していくと、でドラゴンウィングの火力でそこにいる敵もしっかりと倒していきますと、いいねいいね、めちゃくちゃ殴ってるでこれで左の敵やれました。で今度そこに055がいるので、055に対してグレランとレールガンとミサイルを撃っていきます。でこれである程度体力削れますね。いいね、素晴らしい。
でもう敵の体力がねなさそうなのでもう空母で突っちゃいます。はい、でそこに 055A いるんですけど、レールガンを当ててでドラゴンウィングで攻撃して倒していくと強っこの空母普通に水上艦として運用できるぞ普通にヤバすぎるんだがでそこに空母がいるので攻撃しちゃいましょうか。うん、いるよね。うん、そこ見えないけど、あー見えた見えた、うん、CVX ですね。ということで CVX に対して攻撃していきます。ほい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 、普通にこいつ空母じゃなくて水上艦じゃねえか脳筋空母ですこいつさてこれでもう倒せるね。はい、ありがとうございますっていう感じでね、今回はCN 小車を使ってみましたってことで GG。はい、ということでいかがでしたでしょうか。いやね、 CN チーシャはですね、普通にね強い空母でして、しかもねバランスがねめちゃくちゃねしっかりしているんですよね。まず YJ21、 こちらチャフ無効でね、しかも再装填が 5.95 秒なので、ミサイルをねバンバン撃てるし、耐久値がね25しかないんですけど、弾速が速いので普通に刺さります。で続いて艦砲、うん、こちらね再装填は 9.8 秒で、ちょっと艦砲にしては再装填が長いんですけど、ダメージがね5万ダメージぐらい出せるので普通に強いです。でグレランに枠あるので魚雷とかも消せるし、あとヘリも2機あるので母艦火力をある程度引き出せるっていうのがいいですね。で防空も3プラス4枠で合計7枠あって、それプラス HHQ9B というね固定防空が乗っているので防空もめちゃくちゃ硬いです。それプラス攻撃機とドローンがあるので、うん、初動は航空機で攻撃して、うん、後半は母艦で戦うといい感じにダメージを出せるのかなって思っていますってことで今回の動画終わります。よかったらねチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますってことで今回の動画終わります。バイバイ。